セーシェル航空は、セーシェル共和国のセーシェル国際空港を本拠地とする航空会社、同国のフラッグキャリアである。セーシェル航空が運航していたエアバス A330 から2001977年設立。1983年には、国際線サービスを開始し、フランクフルト、ロンドンに就航。セーシェル国際空港をベースに、 近隣諸島との路線及びアフリカ、中近東、インドへの路線を運行している。また、長年にわたり、日本への乗り入れを希望していたと言われている。イギリス国防省と契約し、2010年1月より、英国本土とフォークランド諸島を結ぶチャーター便の運行を行っていたが、よく2011年第3四半期で終了した。 2011年に新塗装を導入したのと前後して事業戦略の見直しに着手。2012年にはアラブ首長国連邦のエティハド航空が株式の40%を取得し戦略的な提携関係を進めている。これに伴い自社のマイレージサービスセーシェルプラスがエティハド航空のエティハドゲストに統合された。路線展開では エティハド航空のハブであるアブダビに就航し、同社との高度シェア便運航を開始。それまで運航してきたシンガポール線を休止する一方で、香港線の新規開設やパリ線の再開を通して、長距離路線を拡充した。しかし、2018年4月にパリ線を運休したのを最後に長距離路線から全面撤退。 国内及び地域路線に特化して運行していくことになった。新規導入したエアバス A320 ネオではビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス製機内サービスを導入している。ワイドボディ機材のエアバス A330 から200は全機体液済み以下の航空会社とコードシェア提携を結んでいる。2021年1月現在、セーシェル航空の機材は 以下の通りである。アワーフリートエアーセーシェルハット、エアセーシェル、7月から、パリ線の自社運行便を再開へ。フライチーム、2014年7月15日閲覧。エアセーシェル、競争激化で4月からパリ、アンタナナリーボ線を運休へ。フライチーム、2019年5月19日閲覧。エアセーシェル、ビクトリア、アンタナナリーボ線の季節便集2便で。 フライチーム、2019年5月19日閲覧。キャセイパシフィックとエアセイシェル、12月から、コードシェア。フライチーム、2013年11月30日閲覧。エアセイシェルと、チェコ航空、プラハ、セイシェル間で、コードシェア。フライチーム、2013年11月30日閲覧。アワーアフリート。 エアーセーシェル2019年10月8日閲覧。ありがとうございます。